そしてブルマたちが地球を立ち34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ、反応が。やっぱりあったのよ、ドラゴンボール。ほんとだ、やったやった。クリリさん、あっちに強い木が。木？ほんとだ、やたら強そうなすごい木ばかりだ。それにちょっと邪悪な感じの木が。どういうことだ。大丈夫だってば。それにそっちの方向なら、ほら、レーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない。そっか、そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。え？あれ、どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ご飯、気配を消せ、悟られるぞ。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ご飯。はい、わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。そんなちょっと、なんでまたあれが来るわけ。いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。だから孫君たちに伝えて、頼んだわよ。じゃあ
それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫君を連れて戻ってくるから。クリリンさん、誰か来ます。え、サイヤ人？違う、ベジータじゃない。もっと弱い気だ。多分ナメック星人だ。この辺りのはずだが。ん？なんだ？ありゃ。え？ナメック星人じゃないわ。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ？見たかよ、こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。あ、宇宙船だ。運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ご飯、木を解放しろ。こいつら大した奴じゃない。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が着てたのとそっくりだ。死ね、死ね、死ね。なんだ、この戦闘力の数値は。ナイスナイス。ナイスじゃないわよ。フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。戦闘力は2つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるなキュウイ。貴様にこの俺が殺せると思うのか。貴様の目は節穴か。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。ハハ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 ハ。
キュイの野郎、俺を見くびっているようだな。ちょうどいい目障りだ。片付けてやるぜ。いたな。まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。ベジータ、腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールをだ。バカな。19,000、20,000、22,000、22,000。どう。故障だとは思うが、ベジータにセットしたスカウターの数値が22,000を超えたあたりで。22,000だと？お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。そんなバカな。俺の新型も故障か。24,000まで上がっている。我々の戦闘力を上回るというのですか。死ね。俺とお前は互角の強さのはず。マヌケめ、この俺は絶えず実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけたほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うか。待てよベジータ、いいことを思いついたぜ。俺も一緒にやらせてくれ。手伝ってやるぜ。フリーザ様。いや、フリーザは俺も前から気に入らなかったんだ。悪くねえだろ。くだらん嘘をベラベラと、とことんムカつく野郎だぜ。ガリックホーキャー。汚ねえ花火だ。うはあ、ベジータの24,000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりとキュイのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。この私に表立って反逆し始めるとは。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール、さあ行きましょう。
うダメよ。もうおしまいだわ。もう二度と地球には戻れないのよ。ブルマさん、とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつがやってくるかも。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか洞窟とか。なんとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。この穴なら身を隠すのにちょうど良さそうだぞ。あんなとこでいつまで暮らさなきゃいけないの？あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか？あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あ、隠れろ。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブロンさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。でも、今のは一体何だったの？ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。持っていたのは、あいつらかどうか。そうよ、間違いないわ。今のが4個のドラゴンボールを持っていたんだ。やっぱりそうか。ごはん、見たか？はい、ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっととんでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。ちくしょう。あんな奴らからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。ブルマから連絡を受けた亀仙人は悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが悟空はこんな時のためブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだ。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば、たった6日でナメック星に着くという。新しくできた船図で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発した。それじゃあオラ行ってくる。早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと。6日間でベジータを超えなきゃなんねしな。ねえ、さっきの連中ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。そこの位置は？さっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって
言ってた気を感じたところだ。俺、そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。私一人でこんなとこに置いとく気？ここの方がずっと安全だと思うけど。そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。ゴアン、なるべく木を抑えながら急ぐんだ。はい。非道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。やっぱりナメック星人さんたちの村があるんでしょうか。多分な。できるだけ急いだ方が良さそうだ。ご飯、分かってるな。はい。被弾や武空術は控えるんですよね。そうだ、敵に気づかれちまうからな。近いぞ。あ、やつら何やってんだ。神様やピッコロとそっくり。ナメック星人だ。私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。知らん。そんなものは持っておらん。クッ。そんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ。あの機械で、この広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。素直だと嘘を言いよって。いえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。はっ。ほっ、これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよ。なんてやつらだ。ひどい。ドラゴンボールを集める目的は。なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思ってます。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできまい。やむを得ん。だが約束しろ。子供には絶対手を出さんと。そう、初めからそうすればよろしかったんですよ。これを持ってとっとと達者に。ついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうか。ドラゴンボールは
7個集めないと願いは叶わないのでしょう。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やれやれ、あなたもですか。やっぱりあなたも子供も死んでもらいましょうか。逃げろデッデ、逃げるんだ。はい。しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。やめろ。なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。ごはん。まともに戦っても俺たちじゃどうしようもない。頭を冷やせ。なんだと？ブルマさんのところに戻ろう。お前空飛べるか。はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの？デンデ。
ん？フリーザのところから誰か離れたな。この木はドドリアか。ちょうどいい。今の俺なら奴一人くらいやれる。今フリーザと出くわせば俺は終わりだ。慎重に動かねばいかんな。ベジータ。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければなんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか。ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたからもしやと思ったが、やはり貴様らスカウターをすべてなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが欲しかろう。渡す気になったか。なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所もわからんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろう。分かったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことよりなんでさっさとかかってこないんだ。分かっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう、俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。何を怯えている。さっさとかかってこい。この俺を見くびるなよ。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなっていく。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。ぶっ飛ばしてやら。Ha!
様の自慢のパワーも怠けていたせいでこのざまだぜ。死んで働き者にでも生まれ変わりやがれ。やりっこほう、やりっこほう。待て、ベジータ。俺を このまま見逃してくれれば、ある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは、巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分にムカッパラが立っただけだ。うわあ、フリーザ様。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。はっ！そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。やっと戻ってこれた。何のんびりしてたのよ、あんたたち。のんびりだって。ん？な、何その小型のピッコロみたいな子は。ひょっとしてナメック星人っていうやつ？はい、デンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか？孫くんがここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが？やったー！キャッホー！悟空のナメック星到着まであと6日。